ガブリエル・ペリ駅は、フランス・パリ北西のアニシュル・セーヌとジュヌビリエの境に、あるメトロ13号線の駅。ガブリエル・ペリ駅は、パリの地下鉄、メトロ13号線の駅。パリ北西のアニシュル・セーヌとジュヌビリエの境にあり、両自治体の境界線であるガブリエル・ペリ大通りが、馬通りから分岐する場所に位置している。1980年5月3日、13号線の、 ガブリエル・ペリ・アニエール・ジュヌビリエ駅として開業した。2008年6月14日、同線が北方のアニ・ジュヌビリエレ・クルティーユ駅まで延伸したのに伴い、ガブリエル・ペリエ駅に改名した。駅名は第二次世界大戦中に対独レジスタンス運動に参加して処刑された共産党員、ガブリエル・ペリにちなんで名付けられた。ペリは処刑前に次のような手紙を残していた。 フランスが解放され、ファシズムの敗北が決定的となるだろうとき、もしも友人たちが私の記念に何か敬意を表そうとして、私の銅像を建ててくれるとしても、私はそれを望まない。第三共和国の偉人たちを記念する、あの銅像たちは、みんなちょっとばかし滑稽だからです。むしろ私は、若者たちで賑わうマイクの地下鉄の駅名に、私の名前を付けてもらいたいものです。 春の日に、あの素晴らしいパリの春の日に、行きずりの一組の恋人たちが別れを惜しみながら、若い娘の方に身をかがめて、じゃ今夜、ガブリエル・ペリ駅で、と、そっと囁くのを聞くために、ありがとうございます。